エメラルドは2011年に結成された日本のバンド。2011年結成。ジャズ、ネオソウル、AOR といったジャンルを軸にした楽曲群に VO 中野洋介の持つジャパニーズポップスの文脈が加わった。そのサウンドは新しいポップミュージックの形を提示している。2017年リリースのセカンドアルバムが Spotify プレイリストにピックアップされるなど、 各方面から高い評価を受ける。2018年12月には、ファーストミニアルバム、オン・ユア・マインドをリリースし、リードトラック、ムーンライトがラジオ各局で、パワープレイに選出。2018年1月に、ボノボス。11月に、ボヘミアン・ブードゥ2019年4月には、モノンクルを招き渋谷 WW w WW にて、自主企画を行い、いずれも、 満員御礼の中で開催された。2019年は、都内主要、サーキットフェスに加え、野外フェスへの出演も決定している。また、過去の作品を、アナログレコード化するためのクラウドファンディングも設立。現在は終了しているが、その達成度は175%を超えた。出展、エメラルドインタビュー、ネオソウルなポップサウンドがさらにポップに多くむうしく。 okmusic.jp、OK、2019年7月1日閲覧 https://ototoy.jp//feature/20121008https://otoy.jp//feature/2017102504httpsopenspotify.complaylist37iqdqzf1e t o 4つに L2 は10分ハット HTTPS コロムスラッシュスラッシュツイッタードットコムスラッシュエメラルドインフォステータス107件4623兆7276億8853万6064 http://odwr.elephant.com/.archives/.1341hathttps:/.looftop.cc/.news/.2017/.11/.272000.php:/.https://.iatsui-a fes.com スラッシュアーティストスラッシュ317スラッシュ https コロンスラッシュスラッシュ www.muevo.jp スラッシュキャンペーンズスラッシュ1851プランズハット https コロンスラッシュスラッシュ e m e r a l d i n f o r d 東京スラッシュディスコグラフィーありがとうございます